さて皆さん、皆さんがイメージするロボットってどういうものでしょうか、えー、人間型でしょうか、えー、動物型あるいは、えー、実際に工場で何かを作っているロボットでしょうか、えー、これまでのロボットっていうのは私たちとロボットっていうのが別々に存在していてまた独立した場所で作業を行ってました、えー、そのような中でロボット工学の分野ではロボットそのものを切る。 パワーアシストトロボットといいうものがが開発が行われています。このようなパワーアシストロボットは外骨格金属や樹脂なんかでできているんですけどもそういうフレームにモーターが取り付けられていてそのモーターによって人間に大きな力を加えることができますこういうふうなロボットっていうのは介護福祉や重労働の作業現場などで 少子高齢化社会の日本の問題を解決する一つの有効な手段として期待されていますさて視点を変えてみましょうこの外骨格っていうのは言ってみれば鎧甲冑ですこの鎧甲冑を一日一日中着ている状態を想像してみてくださいなかなか動きにくそうですよねこういうふうな問題を解決するために外骨格を使わないパワーアシストロボットというものも開発されています 今回は僕自身が取り組んでいるパワーアシストウェアについて紹介したいと思いますこのパワーアシストウェアっていうのは普通の服に空気の力で動く人工菌というものをつけたものですさてステージから見ていると皆さん笑っている顔が見えますけれどもこの手袋が気になっている人も大勢いるかと思います実はこの手袋も実はパワーアシストウェアの一つで私たちはこれをパワーアシストグローブというふうに呼んでいます 先ほどのものとは違って違う人工品がついているんですけれども空気圧をこのグローブに加えると例えば、えー、握力が落ちた人あるいは手が麻痺した人が物をつかむことを補助することができますそれでもぱっと見手袋ですよねちょっと派手な手袋だなって感じですね、えー、このパワーアシストウェアっていうのは、えー、確かに外国格型のロボットに比べると、えー、力は小さいですただ目立たないそういうふうな特徴があります こういうふうなパワーアシストエアが目立たないけれども、確実に誰かの役に立っているっていうのを想像してみると、それに取り組んでいる僕は非常にドキドキします。